かねてからレアル・マドリードへの移籍が発表されていたキリアン・ムバッペが、ついにクラブ公式サイトに写真付きで掲載された。動画、フランス VS ポーランドハイライト。掲載が始まったのは7月1日からで、メンバーのリストにレアル・マドリードのユニフォームを着用した姿で写っている。彼の移籍が発表されたのは6月3日のことだったが、 全所属クラブのパリ・サンジェルマンとの契約が6月30日までとなっていたため、それから約1ヶ月のタイムラグがあってようやくお披露目となったわけである。ちなみに背番号はまだ発表されていないが、9になる予定。この番号はカリム・ベンゼマの対談以降、誰もつけていなかったが、再びフランス人ストライカーがつけることとなりそうだ。果たして、来期はどのような活躍を見せてくれるのか、